今日はたくさんの方にもお集まりいただき大変光栄に存じております。明治維新というのは、世界史という枠組みから見ますと、大雑把に言ってコロンブス以来、350年ぐらいになりますかね、最大の事件 の一つだと思いますね。あるいは もう少し遡って、今400年前ぐらいの、に遡らせてもよろしいんですが、それはトルコの海軍がレパント沖で、西ヨーロッパの海軍に敗れて以来、400年目ぐらい、大事件だと思うんです。と申しますのは、その頃からヨーロッパの急に強くなりました国々、分かりやすく白人と言っておきますが、この人たちが有色人種のところに押し入ってですね、程度の低いところは皆殺し、少し使い物になりそうだとか奴隷、もう少し上のところは不平等条約あるいは植民地ということをやり続けて、ざっと350年というところでありました。そして明治維新の頃ですね、その頃にはもうダーウィンの進化論が自然科学のとして認められておりました。ダーウィン自身は種の起源を求めたのでありますけれども、その応用する人がいっぱいいました。それはその非常に低級な動物がだん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 高くなっていると、簡単に言えばそれが進化論ですね。そして人類まで至りますとですね、色によって、人類の段階をつけるということがありましてね、濃いほど悪いですな。黒人でしょ、その次に赤い人、これインディアンですね、その上に黄色いのがいて、そのうち白人がいると、こういうことなんですよ。でこの順序だというんですね、あらゆる面でそれが言われました。言語学でもですね、大体、当時分からない言語はいっぱいあったはずなのに、西洋の言語学では言語の発達の3段階なんてことがよく言われましてですね、一番分かりやすい例で言うとポッ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 というんで、シナモン、それからポッポッというんで、日本語みたいなのがついたのがその次、そして、語尾変化をやってやるのが一番上と、自分たちの言葉ですね、そんなことを言っておったわけです。ですから、初期の頃アメリカに移民した、最初のうちはシナ人、その次に日本人がいたわけですが、こっちから行ったのはね、当時の、言語学の本にもですね、有色人種と白人種がその結婚するのは反対であるというんですよ。その理由は進化に逆行するからだと、そういうことが言われていた時代なんです。そして、その頃 その、日本が鎖国を開いた頃ですね、それは、ダーウィンの進化論が出てから 10年後ですが、10年も経ってますね、数年後ですが、その頃になりますとね、ナポレオン戦争が終わってからもう50年も以上経ってるわけです。ナポレオン戦争 自体が、ご存知のようにですね、あれだけの大砲を使い、あれだけの軍艦で大砲を撃ちまくった戦争です。それから50年もそのどの国も必死になってもう軍備競争をやってるわけですよ。もう有色人種の国なんか問題じゃないんですね、もう喧嘩も何もできないという感じでありました。初めのうちは抵抗する国もありましたけども、それはもう抵抗したんですけどね、至るところで、テンパにやられたわけです。アメリカ大陸のインディアンだって初めのうちは非常に強力な敵対者でありましたけども、もうそのうち徹底的にやられて、あと男らしくなっちゃってね、インディアン嘘つかないとか何か言ってますけども、なんかかつてのインディアンみたいなもんじゃなくて、非常に卑猥な言葉で言えば筋抜きされてるような顔になっちゃったんですね。インドももちろん抵抗しましたが、これもテンパにやられて、もイギリスには絶対手を出しちゃいけないというような感じになりました。ビルマ、インドネシア、みんな同じ。中国でもですね、当時新国でありますが、これも香港取られるとかですね、その前にはアヘン戦争とか南京事件とかいろいろあったんですが、いずれもコテンパンにやられて、白人には絶対手を出すなというようなことにだんだんなっていくんですよ。今でもチャイニーズは白人に対しては非常に、遠慮してですね、その期間が長かったわけです。ところが明治維新の時の日本というのが出たもんでですね、それまでの白人がもう積み上げてきたとか固めました前提が崩れたんです。その前提とは分かりやすく言いますとですね、どういうことかというと、自然科学ができるかということですね。それからそれを使った近代産業ができるか、これができるのは青い目をして回らなきゃできないと、こういう誰が言ったわけでもないけども、それが浸透しておりました。全ての白人の信念になっていたんですね。でもっと恐ろしいことにはですね、その白人にしてやられる方の有色人種もそう思い始めてたわけです。もうどうにもならんと。それで清国は金があったもんですから、軍艦を買ったりいたしました。しかし、白人とは、ダメで、最後に言ってたのが1900年の英語で言えばボクサーズレビリオンというやつですね、北進事変ですけども、あれが最後のあがきで、あれでコッパミジにまたやられたわけです。ところが日本の方はどうだったかと言いますとですね、これはちょっと明治維新に遡って考えないと分からないんですけども、徳川幕府が始まった
った頃のですね、鉄砲の状況を一つ考えてみると、日本は他の有色人種とは基本的に違っておったのです。それは鉄砲というのはまあずっと広がっておりました、それで日本には種子島に南朝が来たわけですが、それがあっという間に九州から紀州、それから近江、南海を移って、もう鉄砲の改良型の大量生産が行われたわけです。それでまあ有名な鉄砲を使った戦争では織田信長の戦いですね、白髪が張られ、武田の軍勢を破った。あの時もこう柵を作って突っ込まれないようにして、その陰から交代で休まず撃つという方法ですが、こんなのがヨーロッパに現れるのはそれから約70年遅れております。日本の方がその鉄砲の使い方で もう先進国になっているんですね。鉄砲の性質も当時はむしろ良くなっている。そして最後の徳川幕府を作る最後の戦いになりました、大阪城の戦いあたりは、敵味方合わせて鉄砲の数は、はっきりは分からないですけど、数千丁から多くは1万丁近かったと言われています。一つの戦場にですね、1万丁の鉄砲をあの時代に集めれる国はないです。どこの戦場にもないです。ヨーロッパ中どこにもないです。だから鉄砲だけでもですね、日本は当時の 最先進国になっておったのです。この外国から入ったものをすぐに吸収してですね、より高いものを作るという能力は、これは仏教伝来以来日本の伝統になっているわけですけれども、それが徳川時代はですね、島原の乱というのがあって、キリシタンバテレンというのがありましたので、それを抑えるためもあって、自然科学的なもの、それから近代工業的なものを抑えたんですね。徳川幕府がひっくり返っちゃ困ると、こういうことなんですね。で、徳川幕府というのは国家というよりは徳川家ということを第一に考えるところから出発した政権でありました。これ例えばですね、徳川家のその道書ですね、これはあくまでも徳川家の道書であって国家の道書ではない。書物でもですね、何でもみんな徳川家なんですよ。もう関心が徳川家なんです、それで、自然科学や鉄砲、もちろん鉄砲の研究だとかですね、抑えると、それがキリシタンバテレンという形で抑えたわけです。ですから抑えなかった方は進むんですよ。例えば数学なんていうのはね、これは無害ですからね、いくら数学進んだって徳川幕府ひっくり返ることはありませんので、これは抑えません。そうしますと、ちょうどライプニッチやニュートンと同じ頃に関光和という人ができまして、この方が方程式を解くことを考えます。弟子になりますと、これは微分のところまで行くわけです。大体もう全くその向こうと関係なく、ニュートン、ライプニッツのところまで行くんですよ。向こうの方はですね、ニュートンにしろライプニッツにしろ、あの辺の学者はこう刺激しちゃって あそこまで伸びてるわけです。日本は全く孤立でですね、どこまで行ってるんです。数学だけは誰も止めませんのでね。ですから明治神話になりましたときに、明治政府はとにかく自然科学を習わなきゃなんていうんで、もう外国人教師がいっぱい入れたわけです。数学だけはですね、困っちゃったんですね。数学だけは日本に来るぐらいの先生だと日本の学生よりできない。これはだから菊池大学みたいな一番できる人をケンブリッジに送りました。そしたら向こうすぐ一番優等生が帰ってくるわけですよ。もう書き方は記号さえ変えればすぐその程度まで行ってましたからね、いとも簡単だったようです。だから数学がそこまで行ってることは何やらせやってできるということでもありました。これが一つですね。だから江戸時代は非常に水準が高かった。ただ抑えられたのは自然科学であり、近代工業であり、これはやりたくてしょうがなかったわけです。だからそういうところにですね、ペリーが来たわけです。安政6年ですが、フェリーの船が来ました。よく教科で、ありますね、太平洋の眠りを覚ます蒸気船。蒸気船というのはお茶の名前ですね、たった支配で、支配点4隻で夜も眠れずなんていう、なんか出ましたけども、あの時ですね、日本と他の国との違ったところは、徳川幕府は抵抗しなかったことなんです。これはプラスとマイナスが非常にはっきり両方とも大きく出るんですね。プラスだったのはですね、徳川幕府は何といっても武力政権でありますから、武というものに対する感覚があるんですよ。それで戦争して勝てないものとは戦わないというセンスがありました。ですから、実に、粘っこい交渉、今から見れば歯がゆいような交渉をやりまして、戦争は避けました。これはお隣の韓国と比べれば非常にはっきりするんでね。韓国では今のインチョンですか、人選ですね、サイモンポと昔言ってましたが、あそこは非常に海の干満の差で大きいらしいんですね。特にアメリカの国が入ったときですね、ここに攻撃して追っ払ったりですね、それからフランス人の宣教師を殺してフランスの軍艦来たら、これをまたやっつけたりですね、勝ち時上げてるわけですよ。これは勝ち時上げた理由は、船が動けなくなったっていうところにみんなで押しかけただけの話なんですが、それでもこんななってるわけです。白人何するものぞと。というのは韓国は文の国じゃありませんでしたね。両藩と言っている両方の藩とありますけども、本当は分藩と武藩と両藩あるんですけども、分藩の方だけが両藩になっちゃって、武藩は実際上なくなっているんです。分のセンスがないんですよ、本当の武士としてのセンスがね、だからもう大丈夫。ところが幕府の方はあるんですよ。
これは勝てないと。それでいろんな議論がありましたけども、とにかく大方針としては、とにかくその軍艦も作って、対抗できるまで時間稼ぎにしようというわけで一生懸命やるわけです。だから幕府の小栗浩介之助なんかが作った軍艦製造所が横須賀の元なんですね。一生懸命やるわけです。ところがですね、まあ、その時一つはこういう情報もありましたね。ジョン万次郎という人がいるんですよ。これは土佐の、ね、漁師で、ナンパしましてね、太平洋をさまよって、アメリカの捕鯨船に助けられた、みんな助けられたんですけどね、このジョン万次郎という青年は紳士の気性がありましてですね、みんなとこうただ助けられてボカッペアッとしてないですね、アメリカ人の船員に混じって一生懸命自分も仕事をしたり言葉を覚えたりしたわけですね。それで可愛がられて結局船長に連れられて今のニューイングランドに連れて行かれるんですよ。そこで向こうの海軍じゃない、商船の学校でしょうね、その学校に入りましてね、何でも、まあ、最優等になったらしいのです。そして、船長の娘さんの中で、ね、とにかくちゃんとした立派な娘さんと結婚いたしました。だからまあ、そのキリシタンの昔はいざ知らずな近現代になってから白人と結婚したナンバーワンというか最初がジョン万次郎なんですね。このジョン万次郎は非常に優秀な人です。そのたちまち言葉をマスターして、伊藤があの向こうのアカデミーと言ってましたから相当高級な学校ですよ。大学ではないですけどね。そこを出まして、太平洋で、クジラ漁をする。そこで船長が死んだ時、代わりと言ってた時にですね、船員に選挙されて船長までなってるんですよ。だから本当に向こうのことが分かってる人でも 最終的には、ね、日本に帰りたくてしょうがない。土佐にまだお母さんが生きてるはずだということですね。それでもいきなり帰ったら鎖国で、何やられるか分からないからで最初沖縄に上陸するんです。で沖縄でその薩摩の、まあ、沖縄という薩摩領ですから薩摩に捕まえてもらってですね、そして、薩摩の島津のところに連れていく。そしてその、島津成明は非常に聡明な人でしたから、その話を聞いたらですね、もうその知識の正確なことは今までのものは、まあ、全然桁違いなわけです。万次郎はそれであの幕府に報告して、幕府に行くんですよ。これは英語はできるし、ね、何でもできる。あまりできすぎてですね、スパイダーなんていうあの水戸の殿様なんかは近づけるなとかなんか言ったりして、だから結局表に出なかった、マンデロは。しかし情報だけは正確に、幕府の一番上の方に伝わっていたようです。アメリカは日本を取る気はありませんと。実際ジョン・マンデロはですね、当時のアメリカの大統領にも会ったことがあるんですよ。それでカリフォルニアの禁断でも、見てですね、で今のアメリカはもうアメリカの国内がいっぱいで他の国を取ろうという気は一切ありませんと。だからそういうつもりで幕府の方は交渉すると。ただそんなことはみんなばらしませんのでね、他の人には分からない。幕府の最高機密としてやったわけです。そしてペリルペリルと言ったけどあれはペリルでありません、ペリなんだでそれつまらない発音まで直したしね。だからあの向こうの交渉をしているときは必ず彼は後ろにいてそれを聞いて後でやったに違いない。表の通訳はね、あのオランダ語とかなんか出ますけどそんなまだらこしいことであれだけ正確な外交が日本の当時の、幕府にできるわけがないですね。非常に緻密な交渉をやってるわけです。ところがですね、これが武に立った国ですから武士の国ですから、向こうの武力と日本の武力を考えてこれは今は戦えないとすぐ判断してもう技術導入に切り替えてたわけです。ところが武の政権であったという弱みはですね、武で立っているのに誰から見ても外国から脅されてペコペコしてるわけです。そうすると、けしからんという声が彷彿として湧いてきたわけですね。で湧いてきた時にね、一つ間違ったのはですね、当時の、老中安倍伊勢守ですかな、非常に優れた人ですけどですね、まあ、何だめるためもあってかね、開国方針を朝廷に尋ねるというそういう決断したんですよ。これが、まあ、幕府の側から見れば大変な間違いだったんです。鎖国したのはね、徳川家ですから、ね、鎖国やめましたと徳川家が言ってもよかったわけです。そこをね、なんか朝廷に伺わなきゃならないような当時の雰囲気になっていったということが重要ですね。そうしますとね、武士たちはなんだ腰抜けあの幕府名というようなことでね、しかもいい大老がたった19人かなんかの老師に切り殺されます。大老というのはですね、これはいつもいるわけじゃありませんね。老中というのはいつもいますけども、大老というのは時々いるわけです。特に重要な役職です。その大老がですね、たった十数人のですね、痩せ浪人か何十浪人かに殺される。しかもお城の前でね、これでね、武としての権威がなくなるんですよ。象徴的にね、大量の首が飛んだっつんでね、なくなるんです。これがね、普通の民政権だったらですね、これは暗殺されても気の毒だと済むんですけどね、大老というのは大将ですからね、武士の。それが首と取られたんじゃね、これはもう武としての権威がなくなる。このシンボル的なものがなくなるというのは大きいんですね。ですから幕府がその首が飛んでからですね、
わずか7年で、明治天皇は江戸城に入っておられるわけです。あっという間ですね。だからあの首一つと言っちゃいけませんですね。象徴的な首というのはやはり取られると大きいです。で、まあ、そんなこともいろいろあってですね、幕府は非常に弱くなるんですね、思想的に。ですから、ところがその長州藩だとか薩摩はですね、逆に上位に走るわけです。それであの生麦事件というのがありまして、これはあの薩摩殿様の前をですね、当時距離を許されておったイギリス人の男女数人がですね、横切って、それで切られて、一人は足に、あとは怪我したりした事件です。それに対して莫大なまた賞金を取られるわけです、幕府は。ところが薩摩からも取ると言ったんだけども、薩摩の方は来るなら来いっていうわけでね、まあ、撮影戦争になるんですね。この時面白いのはですね、薩摩の方はあの、割とうまくいったんです、最初で逮捕でね、船長が死んだりですね、敵の機関が怒りを切って逃げるというようなことがありました。それは日本ではピンとこなかったんですけども、西洋の海軍では怒りを切って逃げるというのはもう最大の恥なんですね。そんなこと知らないものですから、後で、まあ、和解したときに怒りを返してくれたらはいはいって返したそうですけども、それは返していけないですね。その時に薩摩の人たちが身に染みたのはですね、大砲の射程距離が違えば戦争にならないということなんですね。初めこう知らないでね、来た時バーンと撃ってやったけども、あと射程距離からすぐ離れるわけさ、イギリスの船は。そうするとどうしようもない、いくら撃ったって海に落ちるわけです。ところが向こうの弾は薩摩の町にね、鹿児島にボカ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 入ってみんな焼け払われちゃったわけですよ。ですから当時の薩摩の武士たちは、これはもう武器が悪かったら戦争にならんっていうことが腹の底まで染みたんですね。それから、まあ、大した時間が違うので、この下関ではですね、これまた長州がやるわけですね。でこれもまた古典版にやられます。それはね、射程距離が違う鉄砲を持った人とね、打ち当たって、これは勝ち目がない。これはよく分かりましたですね。ですから彼らは武器を買うことに熱心になりますね。長州も薩摩に頼んで買う。薩摩もイギリスと手打ちをして、そして武器を買う。そしてその、まあ、その武器を長州にも売れるように圧制するとか、まあ、そういうことが起こるわけです。かたやですね、江戸幕府の方は、その上位したくないんですよ、開港ですね。それでも当時の雰囲気、それからあの当時の孝明天皇の意思もあって、鎖国するなんて約束したしちゃったもんだから、まあ、当時のゴタゴタの京都のいろんなゴタゴタが起こるわけです。それで長州征伐やりましたけども、まあ、最初の1回目は半分成功して、まあ、終わりました。2度目の後も全然ダメです。というのは当時はもう幕府が行っても大名が動かなくなってしまっているんですね。じゃあ旗本はっていうとですね、旗本が弱くなってるんです。まあ、強い旗本もいたんですけども、幕府ができた頃の旗本八万人なんていうもんじゃなくてですね、非常に、分弱になってるんですね。ですからこういう話がありますね。明治維新になってからですね、薩長その他田舎の武士が政府の高官偉い人になりますね。そして当時のことですから新橋あたりで、まあ、芸者を挙げて遊ぶ、その芸者とかそういうのに旗本の娘たちがたくさんなってたわけです。その旗本の娘の一人が書いたのを僕は読んだことあるんですけどね。そしたらこんなふうに書いてあるんです。自分の父や兄たちが今自分たちのところに遊びに来てるあのなんていうか行儀作法もろくに知らない田舎侍みたいに勇敢だったら私もこんな目に遭わなかったのって言っておりますね。だから男は強くなきゃいかんですね。ですからあの次長が言っておけばですね、あの久米と部落っていうのは江戸にも非常に大きかったわけです。あの花川の万人長兵だとかね、あの辺のあたり、四谷だってですね、大部落があったわけです。だから一説によると四谷という名前はそこから来てるんだという、今の公明党のあたり、創価学会のあたりがそうだというのを聞いたことがあります。それでその長州征伐を考えたあの小栗光月の助なんかはもう使える旗本が足りないものですから、あの部落の人たちに兵隊になれば全部領民に返すということですね。そうすると、まあ、これまで非常に差別されてましたからね、あんな戦争に一度出りゃあの普通になれるんだって大威張りでみんな入っちゃったから、実際は東京地区からは部落はなくなりました。それがやらなかったあの関西だとかね、から関東地方でも田舎の方には残っているわけですが、東京それ自体には全くなくなりました。これは、まあ、あの薩長戦争の薩長征伐の、まあ、副産物と言ってもいいです。で問題はですね、なぜ鎖国を始めるときは、ね、徳川幕府が鎖国するよって言ったら誰も反対しないんですよ。ところが開国するときになったらですね、なんとなく徳川家が開国するよとだけは言えなくなってるんですよ。だから朝廷にお伺い立てましょうって言ったら誰だって言われた。それで維新の志士たちがわーっと怒るわけですね。それはどういうことかと言いますとね、徳川時代の間に、
歴史が流行ったんですよ。一つはね、講談という形で太平記、太平記というのは楠木正成だとかですね、新田義貞とか足利尊氏とか出てくるわけです。太平記読みはウェイトをかけたのはですね、それは楠木正成とかね、その南朝型にウェイトをかけて講談やってるわけですよ。というのはやはり庶民から見ますとね、徳川幕府はこれは批判することだなんて誰も考えることができないんですが、足利幕府を攻撃する楠木正成がいくら叩いたって構わないですからね。これは新田義貞、これ英雄になるんですよ。江戸時代に太平記は大筋は大体、日本人の常識になるんですね。それからあと、もう一つ平家物語の方は平家琵琶の方で常識になるんですけども、講談の方は太平記です。だから太平記読みと言ったんですね、最初は。講談の方ね、講談じゃもうおひれつけて やりますからね、派手に。そうすると幕府と戦う勢力というのは英雄にこう見えるんですよ。だから幕末の志士というのは全部ものすごく楠木正成に新田義貞を崇拝してるでしょ。あれは最後まで幕府と戦った人だ。でその徳川足利幕府の代わりに江戸幕府を置けばね、俺は 今の時も楠木正成になるんだというような感じの人がいっぱい出たと思います。これが一つですね。それからもっと、深刻な形に出たのはですね、水戸の光圀が大日本史を作り始める。これは非常に重要な歴史なんですけども、これはものすごく膨大なものです。完成したのは明治に入ってからですからね。これは戦前講談社の野間誠治が全部復刊しましてですね、これはまあ膨大なものです。全部漢文ですね。ですから、みんなが読むというようなものじゃなかったんですが、読めるものでもないし手に入るものでもなかったんですが、それは水戸の人だとか読書をする人たちが見る機会があった人たちは、ああ日本というのはこういう国なのかと、幕府の上に皇室があるということを知ってたわけです。だから水戸が徳川家であったにもかかわらず、ものすごくあそこから、倒幕運動が出てくるのはですね、やはり大日本史の本場だから、なんだかんだといってその知識が流れ出てるんですね。これが大きかったと思いますね。それからもっと広い意味で日本人に歴史を教えたのは来三陽です。歴史というのは今でも大人の国から歴史の認識が足りないなんて言われてますけどね。歴史の教育というのはね、元来どこの国にもなかったんですよ。日本だって、読み書きそろばんの中に歴史は入ってないんです。歴史というのは、義務教育に入ったのはもちろん明治になってからです。ヨーロッパでもですね、国の歴史教育というのはずっとなかった。日本と同じものが始まったと言ってもよろしいです。というのは昔はですね、その歴史、国の歴史が固まってないんですよ。例えばハプスブルク家っていうのはありますね。お姫様がね、どっかの王様にお嫁にやる、じゃ あベルギー半分つけてやるかとかね、そんな感じでしょ。だから国境がね、国民国家にならないんですよ。全部王朝でね、あっちに食ったりこっちに食ったりするわけですよ。だから中世のかイギリスなんかひどいですよ。イギリスの、王様の、フランスに持っていた領地がフランス王よりも多いぐらい、それはなんか変に2000に嫁に行った人が持ってきたしでね。だから国境っていうのがね、非常に曖昧でね、王室しかないんですよ、その観念として。ところがそのナポレオン戦争以降、その国民国家という観念ができたんですね。あれはフランス革命の、副産物ですね。でウィーン会議が出てから初めて国境を定めるという観念がはっきりしてきたわけです。で国境を定めますと、その国という観念ができますね。その国という観念ができますと、その国の忠誠を尽くしてもらわなきゃ困ると、国民に教える必要があるわけです。それまでは別に国に忠義なんか尽くす必要ないんで、この様に尽くしていいわけです。それが国に尽くすようになったのはナポレオン戦争以後で新しいんですね。しかもそれが学校に入るのはうんと新しい。それではイギリスみたいな国でもですね、最初のイギリス史ができたのはですね、デイビッド・ヒルムという人が6巻のものを書いたんですが、これはフランス革命の少し前ですよ。しかもそれはもう学校で読むなんてもんじゃなくて、豊かなジェントルマンがね、自分の書斎ってライブラリーに置いて、見せびらかしたり見たりするようなもんでですね。だから歴史というものは通史として見るという習慣はね、なかったんです。どこの国もあまりなかった。割とあったのは信濃で、これは王朝が変わるもんですからね、新しくできた王朝は必ず前の王朝のことを書くんで、ずっと伝わってるわけです。だから途中で蒙古人が国ができてもそこを書くわけですね。だから続いているような、感じになるわけで、だから信濃には24種とかそういう各王朝の歴史があります。しかしインドとかは他の国はないですよ。日本もなかったです。光圀が一番まとめたわけですが、それをもっと分かりやすく書いたのが来三陽です。日本外史というのを書いたんですね。これはもう来三陽という人は本当の天才でね、
ものすごいこう創作力が湧くようにあるわけです。でお父さんは近隣実直でですね、元来は町人のうちなんですけども、学問ができて、その広島藩の藩主ですね、藩の一番の偉い寺社になって、その後を継がなきゃならないんだけども、それは次は四書五経ばっかりやってるよりしょうがない。第三要は、そちらの方も抜群にできますし、関心もできるんだけれども、彼の頃からだとね、日本の歴史に興味を持つんですね。だから来山陽が最初に生きている間に出版という形で出したのはですね、日本画譜という、日本と画譜は音楽の画譜 と大阪府なんていうふうですね、日本画譜という、これは66の詩を日本の歴史から選んで作った詩です。しかし印刷にはなってないけれども、書いて評判になってみんな写しておったのが日本外史というのがありました。日本外史というのはこれは平家と源氏の勃興から始まります。武家政治から始まるわけです。講談を読むように面白いですね。しかし、その評判を聞いてですね、当時の老中松平定信がですね、折にも読ませてくれと言うんで立てまつるんですね。そうすると立てまつったその序文があるんですよ。その序文でもですね、こう序文にこう書いてですね、徳川家が出てくると行を書いて 一字上げるんです、ね、朝廷が出てくるとね、また行を書いて二字上げるんです。もう朝廷と幕府の違いをちゃんと示すんですよ。それをまた松平定信も咎めない。そして日本外史読んでみますとですね、それはもう講談よりも面白いようなもんですよ。 しかし、来山陽の非常にはっきりした態度があるんです。例えば徳川家康のことを書くでしょ。徳川家康がね、三河の神の時はね、三河の神はってこう書いてくるんです、ね、で中将になると中将殿はって書いてね、将軍になると将軍はってこう全部位を変わるたんびにね、書いて書くんです。位はどこから来たかというと朝廷から来てるんですよ。分かるようにできてるんですよ。だからいわゆる相対化と言いましょうかね。それまではね、徳川時代の人にとっては幕府というのはね、絶対のものなんですよ。絶対だって、支配階級は武士でしょ。武士の一番頭は大名ですよ。もう、武士というのは大名に忠義を尽くすもの、もうその逆隠れじゃないけどね、文句言わずに殿様のために死ぬもの、これが武士の倫理です。その大名を勝手に将軍みたいに動かせるのが幕府なんです。こんなものをひっくり返そうとかなんかって発想がそもそもないんですよ、普通の人には。ところが大三王みたいな、まあ、彼は家を継ぐのが嫌でね、家を継ぎはもう固いことばっかりしかやっておれないからといって、逃げ出す。長男ですから大変です。それで吉甲になったということで、まあ、許されるんですけどね。それで後で京都に住んで、まあ、いわゆる日本人としては最初の文筆生活を始めた人の一人じゃないかと思うんですけどね。で彼はそこをちゃんと見てですね、朝廷ともあるなという意識で書いてるわけです。どんな人が出ても位が上がっていくと、その位で勝っていくんですよ、ね、で一番上に天皇がいることは誰が読んでも分かる。だからこれ咎めようがない、みんな本当の話ですからね。で悪口は一切書かない、だから咎められますから。徳川家の悪口が一切書かない。それでも少将になったり中将だったり大納言だったりこう上がっていくんですね。大納言だったり大納言だったりこれ宮廷の位ですからね。でこれで大体日本人はもう超ベストセラーなんですよ、幕末になると。その三陽が死んでから川越藩が、まあ印刷したのが一番普及したと言われていますが、まあ、いろんなところで印刷されましてですね、これは、まあ、超ベストセラーになります。ところがもう一つですね、来山陽は書いてありました。これは日本外史よりも、まあ、4分の1ぐらいの量だと思いますが、日本外史というのは、これは日本外史のこの日本世紀祭りごとの日記の記ね、日本世紀というのを、ね、書いたんです。これはコンパクトにですね、これは自分の手のから書いた。そんなものはね、それまで日本人は見たことというか、まあ、区割り区分、区人の人間は知らない話なんですよ。これはね、維新の志士となった人たちに、ものすごいモラルサポートになったわけです。我々はこっちの方に続いてるんだと、徳川幕府なんかこの辺から出てきたんじゃないかという話なんですね。そして、日本政権なんかよく読みますとですね、皇室とその幕府の関係もよく分かるんですね、幕府とかその公家の関係も。例えばですね、姓というのがありますね。名字のこと、姓名の姓ですね。この姓というのは何かということなんですかね。これは皇室、天皇が主だった家臣に与えるものが姓なんですよね。ですから藤原氏だとか立花氏だとか源氏だとか平家だとか、ね、みんなこれは姓なんですよ。ところが日本ではね、姓がある人は絶対に天皇になれないんですね。だから藤原道長がですね、自分の娘を次に担げと天皇の妃にして三代の天皇のおじいさんっていうね、もう空前絶後のことをやるわけですよ。そんなの自分が天皇だったら簡単じゃないかと外人は思う。しかし日本人にはその発想がない。藤原道長自身はですね、この世は我が世とぞも
でね、望月のかけたことなしと思えばなんていう馬鹿は作ったけれども自分は天皇になれない。これは藤原だ、もう名字もらってるんだから絶対なれない。それがなんか分かるんですよ、読んでる。そうすると徳川幕府は皆を源氏と言ってるんです。自分は源氏だと言ってるんですよ。織田信長は平家だと言ってるんです、ね、その前の、鎌倉幕府から室町幕府はこれまた源氏なんですね。源氏というのはもうちゃんとその姓かばねももらってるわけですからね、くれた人の方が偉い。これはよく分かるようになって、でこれはまたコンパクトなんです。日本政権は非常にコンパクトなんです。だから伊藤博文なんかがですね、あの幕末に長州藩からあのお金をもらってですね、密出国してイギリスに行くわけです。その時、その日本の歴史を持っていこうと思ったけどちゃんと書いてます。日本外資ではちょっとかさばるからですね、日本正規を持っていたと書いてあります。だから船の中とかロンドンに着いてからまだあの密出国者としてね、伊藤博文が日本の国とは何ぞやとこの歴史知識を得たのは日本正規なんですよね。井上香織もそうですね。まあ、それが示すようにね、維新の志士たちはみんな懐の中にね日本政権ぐらい持っていてですね、それが彼らの自信なんですね。幕府によりも我々は立場が強いんだというね、そういう、意識がなければああいうことはできませんね。だから歴史知識というのはね非常に重要なんです。あの我々が普通歴史教育だとかいう場合の歴史はですね、歴史的事実と違うんだということをね非常にはっきり言った人があります。これはオーウェン・バーフィールドという、まあ、あのイギリス人の元来言語学者みたいな人ですけどね、歴史のことも書いてこう言ってるんですね。歴史的事実のっていうのはね、事実っていうのはこれは雨上がりのね空みたいなもんで、無数の細かい水滴がいっぱい空中に満ちておると。歴史的事実は本当に無数にあるわけです。ところがある角度からある方面に見ると綺麗な虹が見えると、ね、この虹がいわゆる歴史なんだと。だからある国民がこう見るとこう見える。そしてその国民の共通認識、共通知覚、ね、共通認識になったものがこれが歴史なんでね、歴史事実とは違うもんだということを言います。これは明瞭、実に明瞭白々の話、分かりやすいですね。ただ歴史的事実は毎日毎日無数に起こってますからね、どれが歴史かってなると、これは共通認識としてみんながこう見れるような虹と、こういうことになります。その虹を最初に見せてくれたのが、分かりやすい形で見せてくれたのが第三要なんですね。それで維新の志士たちはこの虹を見たわけです。その虹は今度は幕府の審判と言われた譜代の大名のうちにもどん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 入っていくんですよ、虹が。そうするとその虹を 見るとですね、とてもじゃないけれども朝廷とは戦争 したくないな、あるいは しにくいなという感じが、見た人には出てくる。十五代将軍慶喜としては特に水戸藩の出身ですから、その虹はその自分の先祖の光圀、もっと壮大な形で書いてますからね、そういうところに言うとね、ほら戦争したくないんだと思いますね。そんな時にですね、こういうことがありました。あんまりうるせえことを言うならね、維新の志士とかあるいはいろんな藩が、あいつらに国やらせてみたらどうかという案をですね、まあ彼は受け入れるんですね。そして大政奉還というのをやるわけです。戦場じゃあやってくださいよと。その時はもうやれるわけがないという気もあったのかもあったと思うんですね。で結局やるとすれば自分が中心になって有力な藩が集まってやるであろうと、それにまあ公家が来ればこうやってもいいだろうと、まあ、これぐらいの考えだったと思います。ところがですね、ここに岩倉朋美という人が、まあ、いたんですよ。岩倉朋美という人はね、僕は子供の頃から非常に、まあ、偉い人間として書かれてるんですよ。何が偉いかずっと分からなかった。維新の三傑なんて言われるとですね、まあ、あの西郷隆盛だとかですね、大久保利通とか木戸公院、あるいは四傑というと必ず岩倉朋美が入るんですね。何なんだろうと思っていました。これ分かりにくいんです、あの公家ですから。ところがですね、大政奉還したというんでね、今度宮廷で会議を開くことになりました。その時の仕切ったのが岩倉朋美なんですよ。これその時はまだ当時15、16歳だった明治天皇が最初に出席なさった会議が慶応3年の12月に行われるんですね。これが金剛書会議といっています。小さい御所会議というんです。金剛書会議が日本の御前会議の第一号と言われております。あの御前会議というのはですね、天皇が出られる会議を御前会議というわけですが、天皇は何もおっしゃるわけじゃないんですよ。昭和になるとしょっちゅう御前会議になりました。御前会議で戦争が決まったとかね、天皇は発言なさらない。あまり重要な会議をね、政府で決めますと文句が出るものですから、一番重要な時は
その会議に天皇陛下に出ていただく。ちょっと午前会議だちょっとね、天皇は何も座ってるだけで箔がついちゃって他のやつは文句言えなくなるという効果がありました。午前会議で天皇陛下が発言なさったのは終戦の時だけです。終戦の時はもう鈴木貫太郎の内閣が投げ出したもんでね、そんなら言おうということで午前会議で天皇の意見がはっきり出て終戦となったわけです。他の時はみんな招かれて出て座っていらっしゃるだけです。ただ改正の時だけは明治天皇の和歌をお読みになったというだけです。これ発言というわけでもないですね。だからこの報酬会議でももちろん、まだ幼い少年明治天皇は発言なさるわけではミスの陰にいらっしゃるだけです。その時ですね、重要なる大名と重要なる公家などというのを、岩倉が中心になって集めたんですね。その中にですね、岩倉は徳川慶喜を入れなかった。入れないで今後大政奉還されたからやっていこうと、奉還したやつを呼ぶ必要がないという意味だったと思うんですね。そうしたらですね、土佐の山の主、公がですね、けしからんと、何と言っても徳川家は800万石かなんか大名でね、今までやってたこの人を除くというのはね、これは天皇が幼少であることをいいことにした野心ではないかというような趣旨のことをね言ったんですよ、ね、確かにある意味ではこれは山本、土佐の、ね、山内の大名が言ったことは正しいですが、そこに幕を引っかかったんです。そこで何やったかというとね、パッと、その岩倉がやるんですね。天皇が若いからね、それをいいことにしてね、勝手な陰謀みたいな政権奪取をやったといったら何事であるかと、ここの天皇はいらっしゃると英明な方である、無礼であろうなんて言ったらね、天皇がいらっしゃるもんですからね、やっぱり若いのをいいことにしてなって言ったらね、若いのバカみたいでしょ。そうするとね、恐れちゃったんです。あとはね、まあ岩倉の一人舞台です。それにもまあ反論もあったんですね。途中で休みましょうとか言ってこう死後もあるんですね、公家の間に。岩倉はもうしっかり飛ばすんです。でその時ですね、もう一人重要な人がいました。これは大久保利通でね、これは薩摩藩の代理として出てたわけです。いや、その、山内公が言われるようにですね、その景気徳川景気元前将軍にですね、教授の意味があるならばね、本当にかしこまりました、まあ、そういう気持ちであるならば、800万石全部出しなさいと、ね、そうしたら教授の意を認めましょうと言ったわけです。大政奉還といってね、そんなもの言って土地は持ち続けるけど、それは通用しないよって言ったら、そうだそうだってなるんですね。そのうち、ぼやぼやしているうちにですね、こういう噂を流す。その会議の場所を守っているのがですね、これ薩摩兵ですね、西郷隆盛がいるわけですよ。そのあたりからですね、話が来てですね、もうぐずぐずにならない、殺しまいと、そういう噂を流すんですよ、会議のところにね。そうすると、集まっているのはね、大部分が公家と、ね、大名ですからね、殺されちゃたまらんと思ったかもしれませんね。それで、刑期を除いて、ね、そして公務所会議が終わるわけです。そして景気は教授の意があるならば土地を全部出しなさい、領地を全部出しなさいとなっちゃったんです。でこれは徳富総本がですね、近世日本史というのを書くんですね。これはね、徳富総という人はですね、明治に生まれ、その明治の元君たちもみんなよく知って、本当に明治をよく知って、もう明治に、まあ、酔いしれたような人なんですね。だから死ぬまで明治史を書きたいと思った。明治史を書こうと思ったらね、まあ、私が今やってるみたいにですね、どうしても幕末を書かなきゃいけないんですよ。幕末を書くとすると、ね、その前書かなきゃいけないね。そのまま書くと、やはりその作文のところから始まる。そうすると作文はどうしたらいいのか、どうしても秀吉にも行かなきゃ、秀吉出したらどうしても信長まで行かなきゃいかんっていうわけですね。結局信長から始まってですね、50巻書いたんですよ、先生ね。それからまた明治に入ってからね、40何巻書くんですよ。それでも、残念ながらあまり詳しく書きすぎてですね、日清戦争まで行かなかったです。しかしもう本当に詳しく丁寧にですね、書いてます。で徳富総本という人は昔の人でしかも大変な学者ですからね、昔の文献がすごすごい読めるんですね。今の古文書は、まあ、歴史学者もなかなか読めなくてですね、まあ文字をしてるわけですけども、流れるようなことを読むわけですよ。で漢詩なんかもね、我々が俳句作るみたいに作る人ですからね。しかも政府でも、それから殿様、旧大名家でもみんな非常に評判のいい人気のある人でしたから、どこのうちに行っても見せてもらうわけですね。それを全部まあ書いたもんですからね、もう明治に入ってから40何巻になってもまだ日清戦争に行かないんですよ。というようなことで、最後になって、あと公職通報になって死ぬ前に最後のまとめみたいなのを一巻書いてね、ちょうど100巻して、亡くなりましたけどね。この徳富総本がですね、今後書会議でこう言ってるんです。徳川家を作った元がですね、
関ヶ原の戦いであるとすれば、徳川家を葬った関ヶ原みたいなのは、これは古書会議であると書いてありますね。ここで契機は大政奉還した明治政府から行われたわけです。それで契機の方は、まあ、大阪に行く。それでじゃあその討伐よというふうに一挙に動いていくんですね。あの辺の、ね、政治の動きというのは怖いんです。ですからやはり明治の、まあ、明治維新の、四大以前といったときはね、やはり岩倉を入れなきゃいけないしね、大久保を入れなきゃいけないし、あとはもちろん佐渡高森を入れなきゃいけない。そうするとどうしても長州から人々だと木戸公院でこういう人になるんです。だからだから岩倉の偉いところは、その時の一挙に古書会議を支配した、そのなんていうかな、会議力、会議の時の力ですね、これは。それに、まあ、セカンドいったというか、パッとこう、まあ、明暗をつけてサポートしたのが大久保利通で、取り巻いておったのは西郷隆盛というようなことですね。そしてどうも、ぐずぐず言い合っていたら差し越してしまいってたのは西郷らしいんですけどね。こと言ったかどうか分かりませんけどね、その会議にはそう伝わっちゃったわけです、あの休憩時間に。そうするとみんな怖くなったということもあったと思うんです。しかし、なんといっても立役者は岩倉具視です。そしてあの、まあ、すぐに、幕府軍と官軍といいましょうか、もう官軍になりました、長州薩摩の連合軍とが戦争をやるわけです。ところがですね、鳥羽伏見の戦いが始まるんですね。この時幕府の方はね、ざっと10倍近い人数がいるんですよね。その時ね、幕府の方は、まあ、簡単に負けた理由を探すのは至って簡単なんですけどね、一つ非常に大きいのはね、そのさっき申し上げましたね、太平記なんですよ。それは敵の見方もね、江戸時代の人は、あの頃の人は太平記の話を知ってるわけですね、講談で。それでこれも、まあ、岩倉の知恵だと言われるんですけどね、京都の反物屋からですね、一番ピカピカする反物を取り出して、ね、錦の宮田だって言ったってですね、錦の宮田が誰も見たことないわけですよ。太平記に出てくるだけの話でね、それは本当かどうかわからないんですよ。錦の宮田だって、そうするとね、錦の宮田が出たってみんな太平記の知識あるからね、ばっくり来るわけです、あのもう徳川勢は。それでもまあ、殿様の忠義という精神もありますので戦うわけですが、ここが重要なんですね。鉄砲の射程距離が全然違うんです。あの撮影戦争に負けてから、薩摩が勝ったのはもっと新式の鉄砲なんですね。たまたまそのアメリカの方ではあの南北戦争の使わなくなった鉄砲大量にあってですね、そんなのがあったらしい。幕府のはその前の段階の鉄砲なんですね。そうするとね、射程距離でいくとね、数百メートル違うらしいんです。あんな戦場でね、こっちの弾が届くのに向こうが届かなきゃ全然怖くないですよ。というのが、まあ、戦場では威力を発揮するんですね。あと細かいことはいろいろありますけどね、やはり錦の御旗と鉄砲の射程距離ですね、これは。そして、あと徳川家康の頭にあったその朝廷の子が偉いんだっていうね、水戸学的な系統ですね、あるいは日本歴史の知識ですね。それで戦わないでずっと逃げちゃったもんだから、あともう幕府の方はがっくり来ちゃったわけですね。ただ幕府の方でもね、あくまでも戦おうという人もいたわけです。その中でも軍艦奉行をやった小栗光介之助なんて、この人は日本で最初に世界一周をやったぐらいの人です。